田中さん、この日は歌のレッスンへ。単身ウィーンに来て13年、ずっと教わっているマリアさんです。マリアさんは初めて田中さんの歌声を聞いた時の驚きを今でも忘れられないと言います。彼女の歌声は妖精や蝶が飛んでいるようなイメージです。しなやかな銀の糸が高音の曲を紡ぎ出すのです。こんな歌手に会ったことはありません。今取り組んでいるのは作曲家が田中さんのために書き上げた作品。この道への出会いという曲です。新たな旅立ち、生命の息吹を祝う気持ちが歌われています。田中さんの声に惚れ込み、この曲を書き上げたのはエステバン・ベンセクリさん。フランスの音楽アカデミー賞など世界的に権威のある賞を数々受賞している作曲家です。もちろん田中さんの高音の声を生かした曲です。田中さんは楽譜に書かれた音をただ歌うだけではありません。ただ単に